第3話迷宮からの脱出。全員で一斉に飛びかかるのよ。4人がかりなら相手がどんなやつだろうと。私そんな、それにもしすごい怪物だったら。嫌なこと言うなよ。とにかくやるわよ。みんなせーの。おいお前たち、イエどうだ、思い知ったか。でもなんかどっかで聞いたような声。え、あー、 この人は、あ、自警団のアルベルトさん。本当にごめんなさい。大丈夫ですか？反省の色がないぞ。反省の色が。だってこんな場所で会うとは思わなかったしさ。そらお互い様だ。だいたい素人のお前らがこんな大事件に手出すんじゃない。ムカムカ、仕方ないだろ。自警団が頼りになんねんだから。だいたい簡単に魔女の罠に落ちるなよな。なんだと。まあちょっと、もうやめなさいよ。喧嘩してる時じゃないでしょ。そうですよ。それよりもアルベルトさん、本当に出口はこっちなんですか？ああ、もちろんだ。俺は仕事からダンジョンを抜ける訓練も積んでいる。かすかな風、壁の向こうを流れる水、足元を通る虫、そういったものをよく観察すれば罠も見抜けるし、脱出もできる。へえ。あ、多分この辺りのはずだが。おお、見ろ、この壁だ。ああ、なんだよ、ただの割れ目じゃないか。これだから素人、いいか、こういうのは岩の隙間に仕掛けがあるんだよ。うるせえな、めはもう。これだ、奥の岩が押せるようになって。おお、すごい壁が。よし、脱出するぞ。続き。はい。おお、こっちの壁だ。今度こそ出口だぞ。大丈夫かな。任せとけって。よし、行くぞ。やだな。まあ、変なのはお前だろ。さっきから全部外れじゃねえか。海に、サソリに、雲に、カエル。こんなはずはないんだ。俺は自警団でも迷路抜けのあるって異名を取るくらいなんだぞ。ここは魔女の作った迷宮ですよね。だからじゃないですか。お？きっと普通の方法じゃダメなんです。魔法のアイテムか何かがないと、ね、なるほど、アイテムか。弱ったな。そうね。いや、アイテムならあることはあるんだけどな。ここに飲み込まれる直前に仲間からこの石を預かったんだ。なんだよ、だったら最初から使えばいいじゃねえかよ。そうよ、そうよ。使い方がわからん。じゃあ、あんたね。じゃあお前たちにわかんのか。え、それは、
私も知らないわ。ほら見ろ、だから困ってんじゃないか。アルベルトさん。あ、なんだ。あの、それ精霊石です。何？クリス君、あんたこれ使えるの？あの、学校で習ったから多分。すごいじゃないか、クリス。もうか、すまん、俺お前のこと全然役に立たなくてどうしようもないやつだと思ってた。でもたまには活躍することがあるんだな。見直したぞ。あんまり褒められてる気がしないんですけど、それ、そう？遊んでないで、もっと呪いの指輪を配ってこい。はいはいはい、行ってきます。メロディーも行ってきます。相変わらず何の役にも立てない。新しく部下 C でも手に入れるか。なんじゃこれは。はっ、わらわの、わらわの鏡の迷宮が破られる。つけてんだよ。いいだろか別に。ちょっとよしなさいよ、こんな時に。皆さん落ち着いて。おのれ、精霊石か。まさかそんなものを持っていると。ふん、どうだ魔女め。これでもう迷宮は通用しないぞ。観念するがいい。何がおかしいんだよ。それでも勝ったつもりかい。わらわにはまだ切り札があるではないか。何？そこのシーラとかいう娘じゃ。もしわらわを退治すれば、その呪いの指輪は永遠に外れん。さあ、それでも打てるかい、わらわのこと。ん？